いいよいいよ、戦闘できてる戦闘できてる、全然、あ、いけるいけるいける、オッケー、おい、火吹いてるぞ、うん、なんやねん。どうもチャップです。スプラトゥーン2をプレイしていきたいと思います。ということで今回はですね、スプラスピナーの動画が見たいというコメントをいただいたんで、スプラスピナーの方を使っていきたいと思います。とコメントありがとうございます、感謝永遠に。ジムリーナイスして頑張っていきましょうか。それでさ、何をしようかなと思った時に、やっぱスピナー言うたらもう一足命じゃないですか。もう一足はゴリゴリ大事なんで、今回イカ状態禁止のねスプラトゥーンっていうのをやっていきたいと思います。だからちょっとインク回復とかも出てけんから、ちょっとだけいい感じにインク回復力アップ 1.3積んできて頑張っていくわ。もう一足を全面的に押し出していくわ。ほんでもうインクなくなったらこのマルチミサイルとかのスペシャルで回復していきたいんですが、ちょっともうちょっと待とうか。よし、あの辺やな、こんな感じでいきましょう。で、みんなゴリゴリ攻めてくれてるんで、僕は自陣の縄張りバトルしとこがちゃんとちょっと癖でイカ状態になってしまいそうなんですが、インク管理をおじいちゃんなるようにね、なるようにちゃうならんようにね、しっかり頑張っていきたいと思います。もう一足やから、スピナー言うたら一足ですからね。ちょっとやばい、インクの回復がこれ遅いぞなかなか大変でございますけれども、的確にこの、そう、マルチミサイルね、スペシャル使ったらどんだけあれやから、インク減ってても回復するんで、そこを狙っていきたい。そして戦闘に備えていい感じに、あ、うわ、ハイドラントおるやん。ここら辺潜伏してないかな。あ、おったやばい、あっぷんね、あっぷんね。スーパーチャップはないぞ、スーパーチャップはないぞ。早いな、ナイスやなスーパーチャッパな、やっぱ潜伏してた、よかった、もう身構えててよかったよ。あー、味方のボムじゃないゴリゴリに敵のボムやないかい。こうやって味方の人ほんまゴリゴリ攻めてくれるからさ、ちょっと真面目に縄張りバトル、ちょっとすごい雑やけどさ、縄張りバトルできてるからさ、いい感じやわもう一足積んでペチペチ、あ、やばいよ、これ気をつけて気をつけて、あ、いける、オッケー、いいよ、よく返してくれた。あの、やばいよ、またあのクイックボムのお化けおるから、クイックボムのお化けほんまやばい、もうクイックボムっていう名前に、あ、射程分けしてんじゃん。あ、もうナイスなの、最高やん、これたまるもん。マルチミサイルで圧力かけていこういい感じやで。その辺におらんか、なんかバケツモンスターがおったような気がするけど、もうクイックボムなんてものはもう使えないよね。もうほんま使ったらもうそれは死を意味するもんなクイックボムのインク消費量インフィニティやかな。あ、ちょっとよし、あ、ちょっと、あ、インクアーマーやったんか。でもこの辺ちょっと圧力かけていこう。でバケツ怖いよ、バケツ来るよ、バケツ、ほらくる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 、ええー魔漢コープレッサーで溶けたでもめっちゃ濡れてますね、984ポイント濡れてるという。え、チャップお前散歩してんかっていうぐらいけど、しっかり頑張っていこう。もうちょっといい感じにキル取りたいんですが、まあ、しっかりと塗りに貢献していこう。塗り、もうめっちゃなんか飛んでんねん、ほんま。うちょ、射程長っバケツはそれそうやん、バケツ正面ってやったら一番かんねん。もうちゃんとやられとさ、でも味方の人がしっかりカバーしてくれてる。なんなんみんなピョンピョン、あ、ハイドラントしてスパジャン 3.9 か、なんかめちゃくちゃピョンピョンしてると思ったらそういうことやったんですね。さあもう最後はデスしてもいいや、恒例のぬりぬりぬりぬですですね。よし、やることはやったでしょうなかなか怖い、もうちょっと、いや、どうやろう、一足を 1.3 追加で追加発注してもいいけど、いや、でもやっぱここはイング回復力アップですね。いい感じに、バケツと正面と戦わんこと以外、射程負けてない武器とやる感じでやったらこれ強いんちゃう。はい、じゃあ2試合目ショッツル鉱山でまたまた頑張っていきたいと思いますけれども、今回ちょっと攻めてみようか、しょっぱな。うわ、でもやば、クロガロン、クワッドホッパーにケルビンって、これもう攻めた負けんな、やっぱやめとこか、ナイスもうやばい運命に自分にナイスしておきましょう。で、まあとりあえず最初はさ、マルチミサイルで僕が快適なスプラトゥーンライフを送れるようにマルチミサイル貯めてきたわけですが、そこいけるかな、ナイス、素晴らしい。ちょっと1回家帰ろうか、1回家帰りつつ見つつマルチミサイルときましょう。ほんでさ、これさ、あれやんか、イカ速と人速のどのぐらいのスピードの違いあるかっていうのを皆さんに見ていただこうと思った。あ、ちょっとやばい、見たオープンね、ナイス、人速のおかげで今おじいちゃんできてたんじゃん、適応して今危なかった、今おナイスやっぱり人速ですね、いつあっても安心安全の人足なわけなんですよ。でしっかりインク回復して、今カーボンローラーらへんの人行ってなかったから大丈夫か、ある程度僕今回攻めの
攻めのチャップを見せていきたい。攻めのチャップをでマルチミサイルでインク回復したいんで、怖いよ。しっかりめちゃ全集中してる。めちゃくちゃいろんなとこ見よう。いろんなとこからやつら来るぞ。いろんなとこからやつら来る。待って、でも結局今回もみんな鬼のように攻めてくれるから、こう僕何もせんでいいんちゃうかっていうことすらも覚えてきたもんな。こうイカスフィア、ヤバスフィアとか来るんちゃう。うわやばい、痩せる、痩せすぎる、ほんまに痩せすぎる痩せすぎるんじゃない。すオッケー、完璧やん。これよ、これが連携感。あ、いける、強い。やっぱりあの一足、今回 3.9 とかモリモリ、完全にモリモリに積んでないけど、いける、全然いける。おし、あと一発やで。でもイカスフィア、ヤバスフィア来たらほんまにリアルヤバスフィアになるよ。ちょっと待って、一回家帰らして、一回家帰ろう。帰宅部運動部からの帰宅部させて、一番怖い。あ、待って、やばいの来てる。カーボンローラーの急速接近、なんか急速冷凍みたいな感じでさ、急速キルキル、やばかった。ほんまにもう全身の血凍ったもん今カチカチにされてしまいましたね。大丈夫、まず足場確保ね。足場確保、ここ今もう今ゴリゴリ味方後ろ復帰待って、ゴリゴリ行きましょう。まだがまだ焦ったが、まだ焦る必要はないで、焦る必要はない、ほんまに焦る必要はないね。オッケーオッケー。ほんでそんでその、なあ、なんかみんなおらんねんけど、どこ行ったん。ちょっと待って、よし、オッケーグーグル、ナイス。あ、いいよ、ボムラッシュ、いい響きしてるよ。伸びた、一つ、うわー射程よ、射程、名前で欲しかったちゃうわ、ほんまに射程が伸びて欲しかったんやほんでね、すごい今されやけどさ、これ結構一足と一か足あれさあるんちゃうかと思ってるかもしれませんけどね、意外とないんですよ。あ、これ来るよ来るよ。そう、知ってた、知ってた。それマリオステップ自分にないですから、スーパーチャップやろ。あ、やばい、その射程がやばいの、ほんま射程やばいしさ、うん、ちょっと待って、射程がやばい。これ出てきた、よいしょ何がよいしょなんか分からんけどさ、今回は結構戦闘に絡めて楽しかったですねわちゃわちゃしました。ほんで2勝目もいただきました。完璧やん、勝ててるやん。スプラスピナーのさ、やっぱポテンシャル、これえげつないねんで。カーボンローラーの人うまはい、じゃあラストアジフライスタジアムで全勝したいですね。この感じで全勝できたらいいなという淡い期待をいただきながら頑張っていきましょう。さあ12レースしていこうか。ただアジフライスタジアムさ、これ真ん中降りたらまあまあもうエグいよな。もう金網デスマッチみたいな感じで逃げられへんようになるから、これアジフライスタジアムじゃなくて、僕チャップフライにならんように、僕がちょっとデスしまくってフライにされへんように、揚げ物にされへんようにちょっと気をつけていきたい。これ真ん中、これほんま地獄やな、これどうせもうほんま一回降りたらやばいよ。でもやっぱ降りないとね、やっぱ戦闘しないと、戦闘していこう。ちょうど最後の試合にふさわしいやん、このなんかほんまバトルドームみたいな。これ行きでやってあげる。あ、ちょっとエイムがね落ちちゃってんね、今も倒せかけてん。ちょっと逃げられへんねん、ちょっとやめてほんまやばいね、もう全体的にやばいね。しっかり見よう。ちょっとあ、こっちから来てるわ、おった。あ、もう一回帰ろう、これはもうやばい匂いするもん。金網デスマッチから一回帰宅して、ここまた戻るわけですね。よし、行ったり来たりでチャップだよ。自分のやつですね、ボムない、危ないな非常に怖いですね。でマルチミサイル、危ない、やばい、オープン、危ない、なんね、わけわからん、よーい、来てたねこの9番ボムとかも結構きついですね。イカ潜伏できんから、この人潜伏、こっち多分おんねん。マルチミサイルを貯めて出やすくしてあげて、よし、真ん中取られてるから、僕のこのフライスタジアムに、フライバトルフィールドに入りたいねん。フライバトルフィールド、アシストってか敵の人はほぼおらんか。おるやん隠れてたホラマルやん、ホラマルがおったやん、ホラなぁ、おったやん、ホラマルやんみたいな感じやん、ほんまに。これなんなん。ほんでワンチャン今もうちょっとで倒せそうやったからね、ちょっとテンション上がったよいい感じにダメージ入ってましたもんね。さあ、ここ金網デスマッチね。はい、金網デスマッチ入りました。さあ、金網デスマッチを制する者は試合を制する。オッケー、ディムライズ、しっかり落ち着いていこう、しっかり見ていこう。やべ、ちょっと今日ほんまエイムがおじいちゃんになりやすいのよ。あ、ちょっとやばい、みかんさん、ほんまやばい、ちょっとやめてろ、元ボム、ほんま、みかんちゃん、まだおったねえ、めっちゃおるやん結構いい感じに生き残ってました、噛んでますけど。今、足マグロくんがさっきちらっと見えたんやけど、これ、いけるいける、金網でスマッチをしてやったら食らへん。入ってきてるかな。
ちょっとさあ、おるな、おるな、おるな、おる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 、いけるいけるナイス、いいよいいよ、戦闘できてる、戦闘できてる、全然、あ、いけるいけるいける、オッケー、おい、火吹いてるぞ、うん、なんやねん、吸盤ボムちゃうんか、吸盤ボムが見えへん。いやでも、天安ワイヤーしながらも、いや、めっちゃいい勝負できてる、いいよいいよ、ナイスナイス、味方していいよ、僕もまあ飛ば積極で飛んでいくわ、よしよしよし、ちょっと出勤時間ちょっと短縮しよう、出勤時間、朝の通勤ラッシュに、うまい、朝の通勤ラッシュに巻き込まれな、そこ行ったぞ、そこ行ったぞ、そこ行ったぞ、いや、不快をするな、この辺打っといたらいける、オッケー、よう頑張った、やめてくれ、やめてくれ、やめてくれ、怖いんだよ、普通にな、シンプルに、ちょっと僕もマルチメタルどこか、この人にちょっとやられていいから、もうクイックボムで、あ、お前倒せんじゃん、これ、おい。クイックボム、マルチミサイル、マルチチャップ、マルチビタミン C 摂取で勝ちましたやん。ただこれ試合負けたわ。でも2連勝できたんでナイスでしたね。非常に楽しかった。やっぱスプラスピナー強いんですって。これ縄張りバトル最強バッグかもしれん。噛んでもうたけど皆さん使ってみてね。ということで終わりにしましょう。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、コメント、高評価お待ちしております。では、バイバーイ。